こんにちは、岩田書店の岩田です。このチャンネルは北海道で一万円選書をやっている岩田書店の中の人である岩田が、ラジオ感覚でやっているチャンネルです。本日4月12日は2023年本屋大賞の発表、おめでとうございます。ということで、まとめたいと思います。私が感じたランキングとその世間が感じたランキングにすごく誤差があるっていうことをね、前にランキングまとめたんですけど、本当にね結果を見てマジ誤差っていうことをね痛感したので、とりあえず2023年本屋大賞が発表になりましたので、もう早速1位から見ていきたいと思います。簡単にまず順位だけ発表します。1位、何時星のごとく、なぎらゆうさん、講談社から発行されております。おめでとうございます。素晴らしい。いろいろ言うのは後にします。順番にざっくりとまず2位からね全部発表します。続きまして2位、ラブカは静かに弓を持つ、アダミオ、集英社から発行されています。続きまして3位、光のとこにいてね、一歩道、文芸春秋から発行されております。では4位から10位まで一気に発表します。4位、爆弾、呉勝浩、講談社。5位、月の立つ林で、青山美智子、ポプラ社。6位、君のクイズ、小川さとし、朝日新聞出版。7位、箱舟、結城春夫、講談社。8位、空ごはん、町田園子、小学館。9位、川のほとりに立つ者、寺地春奈、双葉社。そして10位、真相をお話しします、結城真一郎、新潮社。ということで、そして私の予想を徹底的に外しました。予想じゃないんです、自分のランキングですから。ね、ぶっちゃけ10位しか合ってなかったんで今回ねこうやってランキング出たけど、だからといってこっちの方がね優勝だとかそういうことじゃないから、全部素晴らしいから、どれ読んでも面白いので、本屋大賞のこのノミネート作品っていうのは本当にね間違いない。なんか読む本ないかな、ちょっと読んでみたいなっていう時にこっから選ぶ、もう全然間違いないです。で、私の、決めたランキングにつきましては概要欄に、なんかその動画を載せておきますので、よければそっちをチェックしてみてください。ざざっとね私が読んだ感想みたいのをお話ししたいなと思います。じゃあ下から行こうかな。今度10位、真相をお話しします、結城真一郎さん。これねハッシュタグ真相みたいな感じで一時期すごいツイッター上で賑わってたと思うんですけど、すごいなんか今風みたいなおばさんだからね、そういう感想を持ったんだけど、短い話がね靴も入ってて、でそれのどれもが、ミステリーなんだけど、こうなんだろうなって予想しながら読むと、最後にもう一どんでん返しあるみたいな感じの話が詰まってるっていうやつです。一気に読まない方がいいかもな。一個一個私ガーって一気に読んじゃったので、一個一個わーわーって言いながら読むのが楽しいかもしれない。10位、真相をお話しします、結城真一郎、新潮社です。で9位、川のほとりに立つ者、寺地春奈さん。カフェで店長をやってる女の人が主人公で、喧嘩別れっていうか、ちょっと喧嘩して距離を置いてた恋人がいるんですけど、その彼氏がね怪我をして病院に運ばれて意識がないみたいな、その連絡が彼女に入ってくるんですよ。でそっから意識が戻らないね、彼氏にお見舞いに行ったりで、自分もね仕事生活あるから、そう一生懸命やったりしてるうちに、なんかあれなんか変じゃないみたいな、なんか秘密みたいのを見つけて、そこをどん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 追い求めていくとっていう話私のこの説明の下手さが今際立ってるんですけど、ただ私これすごい印象的で、完全懲悪っていうかさ、いいことをしたから感謝されなくてはいけないのかみたいな、悪さをしていた鬼を退治して勇者が来てね、で平和が来ました、ありがとう勇者様って、必ずしもそこしなくちゃいけないんですかっていう感じの、なんかそういうことを私は受けて、ああいやそれもそうだよなって、なんか善意を善意として絶対的に受け取らなくちゃいけないのかって、 ある種それはね、その受け取る人によってはもう全員かもしれないけど、暴力になることもありえるんじゃないのかなっていう気づきを得たので好きでした
片言説明が下手な私。はい、9位川のほとりに立つものは寺地春菜さん双葉社から発行されております。続きまして8位の空ご飯、これ大好き、1位にしたんですけどね、私ね。町田園子さん、主人公の女の子がいて、まあ人から見たら不遇の人生というか、生みの親から、まあ、手放されて育ての親っていうのが、まあその自分にとってはおばさんにあたる人かな、に育てられて、である日突然またその生みの親のところに戻りっていうね、まあまあ波乱万丈で、生みの親は画家かなんか、その芸術家で、お世話全然できないわけで、いろんな人と関わっていき、彼女がどん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 大人になって人を助けるってどういうことみたいなのとかね、いろいろ、まあ、成長していくっていう話です。それとともに空ご飯なので、彼女がご飯に助けられてくるっていうのがずっと出てくるわけで、そのご飯についてっていう、まあ私の好きなね食べ物ネタもありということで、8位空ご飯町田園子小学館から発行されております。そして7位箱舟結城春夫、これ久しぶりに私ね衝撃のミステリーって感じでしたね。もううわーガツンって感じのそういうミステリー、若者たちが探検に行くわけ。ここの山の向こうに秘密基地みたいのあるんだよって言って地下に降りていくわけね。山の中にあって電波も届かない山の中、そんなところに、地下に降りていくはしごがあって、降りるとすごい巨大な施設がある。なんかの宗教施設かなんかだったんじゃないの、やばいみたいな。でそこに行って地震が起きるんです。その地震によって閉じ込められる人々、助けを待ってればいいと思うんだけれども、なぜか下から徐々に水位が上がってくる。わあ、タイムリミットがある。そしてその建物にある仕掛けがあって、ここの部屋でこの操作をすれば助かるかもしれない全員が。ただし操作をするには一人だけその部屋に閉じ込められることになる。犠牲者を一人決めなきゃいけない。どうするどうするという時に起こる第一の殺人みたいな脱出系ミステリーって言うんですかね、閉じ込め系、時間制限ありみたいな、そういうのの一番最後にあーってなるやつ、面白かった。久しぶりにこういう正統派っていうのかな、読んでうわーってなって終わったので、はい、箱舟結城春夫講談社から発行されております。第6位君のクイズ小川さとし、これはね、いわゆるさクイズ王みたいな人いるじゃない、ほら東大首席とかね、なんかいろんな、なんかなんちゃら何にも例えが出てこないけど、そういう冠がつくようなクイズ王みたいな人たちを集めて、生放送で M1 みたいな感じ、クイズを、本当のクイズ王を決めようみたいな企画がテレビでねあって、でその最終選考残ったのが、いわゆるまあ民間っていうんですかね、一般人のクイズ王とされる人と、あと芸能人のね頭いい子いるじゃない、そういう芸能クイズ王みたいな、そういう人が決勝戦で一騎打ちになった。で問題の方針としては703罰の早押しです。一番オーソドックスな出題者アナウンサーが出題して、でそれに早押しボタンを押して答えるっていうパターンなんだけど、そのもう勝敗を分ける最後の一問で、なんか出題者が最初の一文字とか一言をね言った瞬間に押して当てるみたいな、あるじゃない。でさ、あれもいろんな技がクイズではあってさ、押すのが早すぎて押した瞬間に言葉を止められなくて、何文字かその後も読んでしまうという読ませ押しとかね、なんかいろんな技があるので、そのクイズにもやっぱ技術があって、でそれを駆使する前に出題者が文字を一言言うか言わないかも多分言ってないのよ、発生する前にボタンを押してしまったの、その芸能人の方のクイズ王が。そして彼は正解を答えて優勝しちゃったの。だからもう周りもえっていう感じ、え、何も言ってないのになんでわかんのみたいな。でもちろんネット上でもあれにあれ、え、あれはやらせじゃないの、だってあいつ芸能人だし答え知ってたんじゃないの、早く押し付けたんじゃないんですか、やらせでみたいなことになって炎上するわけ。でもおかしくないっていう風になって、相手のね民間の対戦者の、クイズ王の彼がいろいろ調べていくっていう話なんだけどさ、いや、まあすごい話だった、いろいろ、ああそういうことかそういうことかみたいなね。クイズを生放送でやるっていうさ、
難しさとかね、あそういう言われてみればそうだよなっていうのとか、ページ数短めで割とすぐ読めるので面白いです。あと私全然関係ないんだけど、想定とかも気になって、想定オタクなので、この本ねめっちゃ紙白かったなっていうかな、普通さなんか小説って書籍用紙っていうあのちょっと黄色みがかったような紙を使うんだけど、すっげー上質紙で眩しいと思いながら読んだ、なんかこれきっと意図があるんだろうなと思いながら読んでたっていう話です。6位、君のクイズ、小川博でした。第5位、月の立つ林で、青山美智子さん。青山さんって区切れてる話をね、まあ最終的につながってますよ的な話の組み立て方が多いんで、今回もそのパターンだったんですけど、まあ、テーマがその月と、あとね共通して聞かれてるポッドキャストだったかなの個人がやってるラジオ番組みたいな、それがまあつながって、話と流れでつながっていくっていう、面白かったんだけどさ、私最初のなんかそのアクセサリー作家でした、違う、アクセサリー作家と出会った人の話だ、こうもっと長く読みたかった、個人的な話ですね。多分私のブーム的に長い話を読みたいっていうブームがね、もっとがっつり読みたいんだみたいな、多分そういうね自分の中であったせいなのかもしれないけど、もっともっと深掘りしてもっと読みたいみたいな気持ちにさせられましたね。 あとなんかやっぱラジオ聞くのとか、そういう音声配信はすごくいいなって思ったのでした。月の立つ林で、青山美智子、ポプラ社から発行されております。そして第4位、爆弾、郷勝博。爆弾はね、もう多分あっという間にドラマ化、映画化するんじゃないんですかって私思っちゃったぐらい、私物語読むとき割と絵が浮かんでくるタイプなんですけど、もうね、でね、中にね、その、まあ、これは私個人のねあれなんですけど、ミステリーという流れっていうさ、コミックがね、漫画がねあるんですけど、すごい面白いんだけど、その出てくる主人公の整君っていう子がいて、その爆弾に出てくるあの警察幹部のなんか捜査班にいる変わった人が、もう完全にこれ整くんじゃないですかみたいな子が出てきてて、ずっと私の中それ整くんで再生されてたっていうのがちょっとまああれなんですけど、爆弾もね非常に正統派というか、まあ面白かった。あのこのミステリーがすごいの2023年国内編第1位なんですよね、爆弾でね。あのちょっとした事件で、うん、あのパッとしないような男が逮捕される。それでまあ酔っ払ってんじゃないのみたいな感じで取り調べしてたら、突然ねなんか予言めいたことを言い出して、何言ってんだっつって言ったら、その直後にあの要するに爆破予告みたいなことをするわけ。して秋葉原で爆弾が爆発したってなって、えお前今言ったことじゃないのっていう風になるところから話が始まる。そこから次々と男が予言をしていくわけ。ただそれはね、何時にどこどこが爆発しますっていうはっきりしたものじゃなくて、当ててみなさいよっていう会話の中にヒントを散りばめて、当てられるかなっていう愉快犯的な雰囲気を出してくるんですね。ただ最後それがどうなっていくかというね、まあ、ミステリー。このミス1位だからね、いやもう間違いなく面白かったよ。うん、あの本当に映像化待ったなしではないかって私は思いました。4位、爆弾、郷勝博、講談社から発行されております。そして第3位、光のとこにいてね、一本道。これもなんか独特な話だったな。いや、光のとこにいてねっていうタイトルがね、最初から最後までずっと追いかけてくる。育ちがいいとされるような生まれの女の子と、うん、ちょっとかわいそうな感じの女の子が小さい子供の頃に出会いました。その後、高校生だったかな、学生の時に再度再び2人は出会う。だけどまた別れちゃう。そして大人になってさらに再会するっていうね、なんかやっぱり因縁めいたものがこの2人にはあるんだろうなっていうね、特別な絆みたいなのを描いた物語ですね。でその光のとこにいてねっていうたった一言が裏返ったりもするわけよね、こう意味合いが。なんていうかさ、良かったですよ最後。またなんかこう悲しく終わるのかなと思いきやみたいなね。第3位、光のとこにいてね、一本道、文藝春秋から発行されております。そして第2位、ラブカは静かに弓を持つ、アダンミオ、集英社から発行されております。アダンミオさんってあのこのラブカの前に本自体やっぱ2冊ぐらいしか出してない若い作家さんなのかなって、あまり私知らなくて
その後別の本も一冊読んで非常に面白かった。あの北海道出身かな確かね。で北海道周りのその話がねあって、非常にそれは面白かった。でラブカ、あの多分これ音楽やってたんでしょうねっていう感じの、もう一冊の方もピアノがテーマだったので、すごい音楽に造詣が深いんだろうなっていう。なんかね、あのちょっと前に音楽教室でそのポップスとかクラシックじゃないその曲を練習することがその、著作権の侵害をしてるんじゃないかみたいな、そういうだから音楽教室にも全部課金してこうぜみたいな、なんか話があって、それがあの中心になって話が動くんだけど、その著作権の管理をしてる会社団体のに勤めてるわけよ、この主人公がね。で潜入調査っていうんですか、スパイ活動なんですけど、有名なその、まあ、音楽教室に君はね楽器を習いに行って、まあ1年間ぐらい習ってそういう流行りの曲を弾きたいんだと。で演奏実態があるかどうか録音して、勝手こうこっそりね録音して調査してこいっていう、その潜入調査を命じられるわけです、主人公がね。でそっから長く通うわけですからね、なんていうかな、音楽をやる人だから音楽にちゃんと向き合ってる、演奏もちゃんとできる人だから、だからやっぱり通ううちに人となりが分かり仲良くなりみたいなさ、でそっから自分はスパイしてるんだっていうさことになってくわけじゃないっていう人間模様を描いた話で、まあ、最後にバレちゃうんですけどね、そっから、どうなっていくかっていう。非常に音楽好きな方、音楽好きっていうか興味なくても、あなんかいいな音楽ってなる物語でしたね。第2位、ラブカは静かに弓を持つ、アダン・ミオ、集英社から発行されております。そして最後第1位、何時星のごとく、なぎらゆ、講談社から発行されております。なぎらゆさんといえばね、ルノーの月で、本屋大賞を取られて、まあ、今回2冠ということなんですけど、ルノーの月そろそろ文庫に もうなるぐらいだった気がします。で今回のあれなんですけど、何時星のごとくね、私これ2年前のあの滅びの前のシャングリラ、あれと似たようなこう勢いみたいのを感じる。やっぱりね、なんていうかな、読ませる力、読ませ力っていうのがものすごいある人だなって私思って、まあ多分相性がいいっていうのももちろんね、作家と私のその私の読み口と合ってるっていうのもあるのかもしれないけど、うわーって読ませるんですよ。で今回だって簡単に言うと、なんていうかな、登場人物が全員その不倫関係に関係してるっていうの、加担してる人もいれば、例えば親がしてるとかね、そういう状況にあるっていうね、自分の関係してる人が不倫関係だとか、そういう人ばっかりが出てきて、もうねすごい話ですよ。最後夫婦とは何かみたいなね、もうなんかそれでもそこでそうやって生きていくのかみたいなね、激しいんだよね本当に、なぎらさんってさ、だからなんかもううわーっていう感じ、読むのはもう一気でしたね。だからやっぱ読ませ力ありますなーっていう感じなんで、なんか受けた感じとしてはやっぱりシャングリラっぽい雰囲気、あれもうわーって感じのさ、怒涛の読ませられ感だったので、それを思い出しましたね。やっぱりすごいですね、2巻という第1位でしたね、何時星のごとく、たぎらゆう、講談社から発行されております。ということでね、たった今本屋大賞2023の発表会を中継を見ながら話しているわけですけれども、いやーいいですね、なんか久しぶりのこの全国津々浦々から書店員さんたちが集まっての受賞式が行われております。この姿を見るとやっぱり本屋大賞っていうのの素晴らしさがしみじみ染みてくるなぁと思いました。発掘部門っていうのもあるんですけれども、そちらの、発表の時のね紹介ももう胸が打たれた。おちくぼ姫が発掘部門大賞を取ったんですけれども、あもう読んでみようってなる感じの、やっぱあの本屋さんの熱量っていうほどね、こう本を押すポップみたいなものはないよって思いましたね。それでね、昨年、大賞を受賞した相坂斗真さんね、同志少女の相坂さんが、なぎらさんのお祝いに駆けつけて、挨拶をされてました。その中にやっぱりこの文学賞っていうのは、ある種権威みたいなねものになっていくことがある
あるし、まあ、それも大事なことなんだけれども、あのこの本屋大賞っていうのは立場としては読者の方にものすごく近くて、でそういう親しみの集合体であるっていうことを言われててね、あめっちゃいいこと言うわってなって、もうね、あのみんなで幸せになろうよって最後言って挨拶を締められていました。非常にいいね授賞式だと。授賞式はね、あの本屋大賞の公式チャンネルの方でねアーカイブがありますので、よければそちらの方も見ていただくと、ますますこの本屋大賞っていうのがぐっと胸にくるなと思います。なぎら先生もね、もうようやくここに立つことができたって言って、本当にやっぱりもうとにかく皆さんに感謝をということでね、こんな風にやっぱ思っていただけてるんだなっていう、書店員としてもなんか嬉しいコメントだったなという感じで、とてもいい授賞式だったと思います。ということで2023年本屋大賞全10作品を発表されました。大賞は汝星のごとく凪良ゆうさん講談社から発行されております。ぜひねこの機会にどれか一冊でもいいからね読んでみるといいんじゃないかなって思います。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけね。